必死のパンチ。いろんなことに挑戦してもらおうという必死のパンチのコーナーですが、今日はね、素晴らしいゲストが来てくれておりまして、今年は大阪の陣から400年、大阪の陣から400年ってことは、まあ、大阪が負けた年から400年という記念の1年なんですが、それを盛り上げる大阪浪人5というユニットが結成されまして、そのメンバーが来てくれてます。さてさて皆様、お見知りおきよ、超そがめ森近た俺のこった。続いて次に連なるは私、毛利勝永よ。はい、天知る地知る人ぞ知る我ら大阪浪人5。わあ、このコーナーカメラが入ってるんですよ。 YouTube でご覧いただけるんですよ。恥ずかしい。だって普通の格好や、あんたよりよりの T シャツやなかったこれは恥ずかしいですね。そして岩崎は小学校の制服みたいな、あのカリッというこう縫い目がしっかりした半袖シャツを着てますから。はいはいはい、2人が大阪浪人5という、はい、この大阪の陣400年イベントのそうですそうですキャラクターになってるのね。そうです、あの武将本当にいた真田幸村だったりとか、今岩崎が言った長宗我部森近、僕が言った、あなたは何、僕は毛利勝永、うん、岩崎君が長宗我部森近ってことは高知だ。高知です、土佐です。毛利ってことは広島か山口だ。あ、違うんですよ、それは毛利っていう、毛利勝永っていう名前なんですけど、うん、ほんまの名前は森っていう、え、木が三つの森でなんで毛利なので、愛知県の生まれなんです。いや、毛利家、毛利元就のところは、毛利元就とはまた関係ない。そう、名字一緒なんですけど関係ない。あ、森よりも毛利がかっこいいから名前変えた。いや、じゃあ豊臣秀吉が名付けてくれたんですよ。あ、また後になって、後になって名付けた、はい、へえ。なんかそういうこの2人なんですけれども、はい、これからなんかもうすでにイベントもやって、ああ、今日日焼けしてるねって言ったらどっかのイベントで、あ、この間あの住之江区の、はい、住之江区民祭りというお祭りに、うん、その浪人5として、うんうん、武将の格好で、うん、そのお祭りを盛り上げるべく、うん、その天海地祭、400年天海地祭というお祭りを盛り上げるべく行ってきました。で、これから1年ですか、ずっとやるんですよね、ですみんな、はい、で、あの何、毛利なんだっけ、毛利勝永、毛利勝永と長宗我部森近、はい、っていうのはいわゆる真田重雄氏なんですか。あ、違うんですよ。違うのがややこしいな。真田幸村の配下ではないの、はい、大阪の陣を共に戦い抜いた武将なんですよね、うん、あ、ということなんですか。はい、そうなんです、はい、じゃあその辺は当然あれですよね、あのその武将になりきって皆さんの前に出るわけですから。そうです、そうです。いろんな勉強はしたわけでしょ。あ、そうですね。なんで今日のここのコーナーではですね、はいはい、そのなんだっけ、いつも忘れるな、毛利勝永と長宗我部森近っていうのがどんな人なのか、その役にこれからなりきってもらうために人物像をどんどん掘り下げていくというコーナーでございます。おー、なるほど。あの実際僕がお二人よく知らないので、僕に説明するような形で、はい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 、その中には完全に想像になるものもあります。当時ではなかったようなことも聞きますので、長宗我部森近と毛利勝永になりきっていただいて、はい、いろいろお答えいただきたいと思います。これはね、あの YouTube でご覧いただけますけれども、 YouTube で見るとかっこ悪いです。全く別にちょんまげもないし、ね、甲冑も着てないし、はい、なんだけどなりきってもらいたいと思います。それぞれよろしいですか。おう、任せろ。 おう、任せろ。すいません、すいません、すいません、あの長宗我部さん、なんじゃ、毛利さんがおっしゃったことをそのまま真似したらダメだと思う。片付けない。片付けたことあっての使い方、これ片付けないわ、ありがとうという意味じゃ。まず伺いたいと思いますけれども、毛利勝永さん、長宗我部森近さん、うん、顔つきはどうなんでしょう。風貌、顔つきは例えば誰に似てるのかな、毛利さん。そうじゃの、我は、我は、うん、わしは、わしは、そうじゃな、うん、役所広司さんのような。役所広司さん、渋い。結構じゃあもう50代後半から60代ぐらいの感じですか。をちょっと若くしたような、若くした感じ。そうだな。おお、うん、じゃあ、あの社交ダンス踊ったりする感じで。シャルウィーダンスは踊っとらんけども、おなかなか渋い男気あふれる、渋い男気あふれる感じの感じの。一方のじゃあ長宗我部森近さんはどんな顔してる。そうじゃの、拙者は大体身長が尺が180ぐらいじゃの。180尺は相当ですよ、それ。
もうそれ鉄人28号ぐらい。だからその大男なのじゃ。180センチですよね。ああそうだな、そうとも言うの、うん、ということは6尺ぐらいじゃないですか。6尺ただし、うん、6、3、18そんなもんじゃないですかね。そんなもんじゃない。180尺ってのは多分60メ50メーターぐらいあることになりませんか。おおそれ高いの。長宗我部さんは今現代の、メートル法でいくと180センチぐらいですね。そうじゃの、これでそうだな。容姿は、うん、現代で流行っとる劇団パッチという、うん、劇団に所属している岩崎慎吾というやつに似とるの。おお、岩崎慎吾さんに似てるんですか。それはなんかよくちょくちょく言われるの。それは岩崎慎吾さんはそんなに長宗我部さんの周りでは有名人ですか。なんかそうじゃの、結構そういう。長宗我部森近さん嘘つきですか。そのいや嘘つきでは何を言う。何を言う。切って捨てるぞと。切り捨てごめんじゃ。ごめんじゃないです。切り捨てないでください。そのような声はよく上がってるの。長宗我部森近さんはあのあれですよね、あの土佐の長宗我部家ですよね。そうじゃの。長宗我部なんだっけ元近あさんのどういう関係ですか。元近殿はそうじゃの、知らないんですか。土佐の藩士なの。それ知ってます、わしが四男坊なんじゃ。四男坊なんだ。あ、お子さんですか。あそうじゃ、うん、どんなお父さんでしたか。俺また大男での。あ大男なんだ。これは実際の書物に書かれているのが本当に180尺ぐらいですか。やっぱり6尺じゃな。6尺ですか。あよかったよかった。考えさせられるの。大男で大男で、土佐の四国の覇者。ああ四国をね、はい、平定した人ですか。治めておったのじゃ。あのラジオ聞きの方結構嘘も入りますことをご容赦いただきたいと思いますけど。今のは正しかったかな。え毛利勝永さん、勝永さんは愛知の、お、そうじゃ、三河の終わり。終わりじゃん、終わりじゃん。本当に終わりじゃん。今ちらっとメモ見たね。うん、そこから見るな。それひ秀吉様にずっと仕えてたわけですよね。だからあの大阪の陣で戦ったけど一緒に。そうじゃん。その後どうなったんですか。その後自害したんです。自害したんだ。大阪の陣で戦った後自害して、自害した。で今現代に転生したんじゃん。あ転生して、転生した。あの中山義弘風になって体を借りて転生したんじゃん。毛利勝永さんもともとどういう気性の方なんですか。すごく人望にあふれたお方でな。あ中山城と一緒ですね。うんそうじゃな、そこはそうと言っておこう。そしてまあ愛妻家、愛妻家、もう本当に奥さんを大事にしたというエピソードが残ってる。奥さん、あ奥さん大事でしょ。 お子さん何人ぐらいいたんですか。お子さんは一人じゃん。お子さん自分のお子さんって言わないんですか。そうだな。男の子女の子。男の子じゃん。自分の子供と戦で戦ったりしたんだが、うん、息子と一緒に最後は自害したんじゃ。そういうことになるんですね。家族構成はあの森近さんは、長宗我部さんは拙者はそうじゃの、妻子はおらんの。あそうなんですか。ああ事実ですかそれ。それはさっきはちょいちょい嘘つきの可能性があるんで。それは資料にないですか。資料にない、なかったですかね。そうじゃの、結婚というのはあの しとらんの。うん、あのちょいちょい嘘も入ってまいりますんで、それは皆さんあれですけど、あじゃあ好きな女性のタイプはどういう方ですか。好きな女性のタイプはそうじゃない、黒髪の、黒髪の清楚な、まあ黒髪しかいなかったでしょうね当時は。十二人が似合いそうな、そう十二人、あ貴族ですか。そういう貴族の高貴な女性がお好きですか。好きじゃの。十二人はでもものすごくあれ重いですから、なんか汗すんごい臭いんちゃいます。ああそうじゃの。逆にそれが好き。逆にそうじゃん、匂いフェチだから。匂いフェチときたもんだから。そうでございますか。あの、まあ、奥様は、ね、いらっしゃるそうですけれども、うん、毛利勝永さんはどんな女性がタイプなんですか。そうじゃな、まあその大阪浪人5のメンバーに、うん、明石家門という女性の方が今男性に転生したんだが、男性に転生した今女の子がやっとる明石家門というキャラクターがおるんじゃが、うん、奥さんにちょっと似ててな、それが。あれ今ちょっと可愛いのじゃ、それが。明石家門っていう人はもともともちろん男性なんだけど、うん、今現状女性が要は大阪浪人5をやってるってことですよね。そうじゃそうじゃそうじゃ。それがタイプってことは
それ普通に中山義弘が永井さんに告白してるってだけじゃないですか。そうではないぞ。そうではない。そう取るな。容姿が奥様に似ててちょっと惹かれとるの。あのお母さんのリポートやってる永井さんですね。そういう仕事もやってるらしいの。そうですよね、うん、好きなだけじゃないですか、うんうんうん、まあそうかもしれんな。痛い。誰を言うとるんじゃん。好きな食べ物は何ですか、長宗我部さん。そうじゃの、拙者は好きな食べ物はやはりイヨカンとか。なぜイヨカンなんですか。イヨカンはそうじゃな、あのやっぱ四国の。いやでも土佐ですよね。土佐じゃの。イヨカンってイヨですよ。愛媛です。愛媛じゃの。愛媛です。まあイヨですよ。まあカツオも好きなんじゃが、やっぱフルーツ系が。フルーツ系が好きでの。お好きでございますか。やはり愛媛のイヨは最高じゃの。愛媛のイヨはね。まあ、当時はいいよって言ってたんでしょうけど、カツオのたたきよりかはいいよ感の方が。そうじゃの。何がお好きですか。そうじゃろう、わしはやっぱり握り飯と味噌汁かの。あ、味噌汁、うん、握り飯。そうじゃな。行き場に行ったら握り飯ばっかり食べてるんですね。やはり一番精がつくからの、本当はここだったら愛知の美味しいものを言うところは思いつかなかったんですよね、多分。握り飯じゃな。味噌煮込みうどんじゃないですか。握り飯じゃな。そこでエビフライでボケてもよかったんじゃないですかね。あ、エビフリア、握り飯、握り飯だな。だんだん二人辛くなってきてる。そんなことないぞ。そうですか。まああのね、大阪の陣で敗れて、うん、自害してるんですか、長宗我部さんも。そうじゃの、斬首されぞ。斬首された。あ、自害じゃなくて首切られちゃったんだ。首切られて。どうでした、切られた時。そうじゃ、あまり記憶にないの、一瞬だったから。一瞬で。もし今生きてたら何をしたかったですか。そうじゃの、やはり天下統一、大阪で天下統一したかったの。ああ、それはあの秀吉様で、秀頼様と一緒にですか。そうじゃの、やっぱそこで大阪の陣で敗れてしまったのが我が生涯一変の。すいません、だんだん喋りがね、岩崎慎吾に戻ってきてるんだけどね。悔いがあるの。まあ、そうだな、その転生したからには大阪の陣400年天下一帯を盛り上げるべく、今度は勝ち戦にできるよう頑張りたいの。もうほとんどそれはあの大阪観光局用のイベント。違う違う、そ心からの思いじゃない。お金もらってることになる。違う違う。泣かぬなら何何何何ホトトギス。ほう、泣かぬなら殺してしまうホトトギスと言ったのが徳川家康。いやいや、織田信長。泣かぬなら、泣くまで待とうホトトギスが徳川家康。いや、どれとりでよし。合ってるか。今僕何て言ったんだっけ。泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスが家康だ。え、本当、うん、泣かぬなら泣かせてみせようホトトギスが秀吉か。というのがありますけれども、うん、泣かぬなら何々何ホトトギス、これ難しいですね。何と読みますかね。毛利勝永さんと長宗我部森近さん。じゃあ長宗我部さん、泣かぬなら、泣かぬなら、泣かぬなら、これは当てはめるのじゃの。分かっていただいてないですかね。分かっておる。当てはめてください、少々時間をいただきたい。少々時間がないですね、ラジオの番組。そうじゃの、泣かぬなら、泣かぬなら知恵を絞ってホトトギス。知恵を絞ってホトトギス。まあそれはあれですか、泣かせて見せようと一緒で。そうじゃの、頭を使えということじゃ。はい、あのじゃあ秀吉さんと一緒ぐらいですか。そうじゃの、感覚としては。ああ、さあ、目が怖がってますよ。うん、そんなことないぞ。毛利勝永さん、泣かぬなら、泣かぬなら泣いてみせようホトトギス。自分で泣く。自らじゃん。ではどうぞ。チュンチュン。ホトトギスですよ。今のうまいの。うまいの。うまいの。わしは本当に泣くのかと思った。ほうほけきょでしょ、ホトトギスは。ほうほけきょじゃな。あ、グリーズか。僕もグダグダだけど。ホトトギスなんで泣くの。ほうほけきょ。ほうほけきょじゃないの。ほうほけきょ。ほうほけきょ。合ってるよね。もう本当にぐったぐったラジオ番組だな、これ本当に。まあ、大阪浪人5、これから活躍をされると思いますけれども、
もうちょっと演技力を増していただいた方がいろいろボロが出ないんでいいんじゃないかと思いますけれどもどうですか、やりきったかもしれない岩崎慎吾。そうじゃの、うん、まだまだ大阪ローリン5の活動は続くので応援のほどよろしくじゃの。こういうのは好きなんやな全然アドリブ。